こんばんは、友達でございます。えー、今日は、あの、お休みでお仕事、もすか休み取って、えー、久しぶりに、何年かぶりですね、えー、家族でお出かけをしてまいりました。えー、昨日も、あの、ちょっとね、くっちゃべったりしましたけど、 えー、娘ちゃんのピアノの特別レッスンがあ、まあ、甲府でありまして、はい、私長野県なんですけど、はい、何もそんな遠くでとか思ったけどね、えーまあ、それがメインでしたけども、えー、それでいきまして、えー、あのー、そのなんだ特別レッスンの先生ってのが、えー、そのコンクールのね 東京大会とかでも審査員やってたりとか、あと YouTube とかでもね、えーまあ、その演奏動画出てたりとか、まあ、そのピアノの筋の中では、うん、なかなかの先生らしいんですけど、<laughs> すごかったですわ。あの30分しか時間なくって、えー、もう次の子もね、えー、待ってたりとかしてい、えー、るような状況だったんですけど。 最初に、じゃあ、この課題曲弾いてみて、つって言われて、娘の通しでバーッと弾いて、その後に、こうね、あの、何アドバイスという入れてくれたんですが、まあ、なんつったって的確というかね、私、ピアノなんかできないですけど、言ってることはよくよく分かって、非常に分かりやすかったですし、うん、まあ、要は、要は、一音一4を、 あの大事に綺麗に出しましょうってそういうまあことだったと思うんですけどねあのー、そんな先生がこうちょこちょこその何ピアノにで自分でこう弾くんですけど確かにその一音一音音がすすっごい綺麗なんですよね単純にこ,のこういう感じでっってボタンをピョーンってやったりもしたんだけどそのタッチもね違うそれでそれを言われた娘がその直後に弾くと明らかに変わるんですよ。 うわなんか鳥肌立ちましたねうわすげえと思ってええー、まあね娘ちゃんのレッスンに行ったんですけどもお父さんがねすっごい刺激受けちゃって、えー、音大事にしようなと思ったりもしましたけどねいやよかったと思いますよはいえー、それで、えー、まあそれが30分でね2時間半もかけて行って30分で終わっちゃったんだけど まあ有意義な30分でししたたよありがとうございましたで、えーまあ、このコロナ禍でね全然出かけてなかったんで、えーまあ、今状況がちょっと落ち着いてたりもするんでね、えーまあ、ちょっとどっか行こうよみたいな話で、えーまあ、甲府ですから武田信玄のね、えー、何ゆかりの地といいますか武田神社なんていうところです まあ、行ったりなんかして、参拝したりなんかしたりしたりして、で、ちょっと薄々ね、まあ昨日もくっちゃべりましたけど、ちょっと狙っせたことがあって、えー、その帰りに、ちょっと楽器屋さんによってですね、<laughs> ぶっ壊れちまったあのデジタルパーカッションね、正式名称ね、要、え、は、ー、パトドラムを、あわよくばゲットしようと思って、 でで案の定ね締め締めだったんですよもう嫁もね久しぶりのお出かけでうははしてるんで帰りちょっと楽屋寄っていいかって言ったら「いいよいいよ」なんていうノリでねーこれはいいぞと思ってそれでえー、っとね、まあ、結局長野から甲府に行ったんであの松本を経由してね行ったんですよそれで松本にはパルコがあって、えー、そのパルコにですね島村楽器が入っているので そこに行ったわけです帰りにねで行ったんですけどまあ結果的になくって現物はまあ現物はないかもななんて思っててあの電子パッドのドラムはあるんですけどねあのでかすぎちゃうしで店長さんに聞いてみたんですよあのそしたらあの今は現物はないとであれはちょっと生産どうかななんて恐ろしいこと言ったんでちょっと調べてよって言って やったらね、生産はしてました。ヤマハのその私の持ってたぶっ壊れちゃったやつの好景気が。ただ、在庫数が非常に少ないんで、どうしましょう、取り寄せしましょうかって話になったんだけど、まあ遠いんでね、今日はたまたまそっち方面行ったからだから、取り寄せるなら近場の島村楽器でやるみたいな話で、まあそこでは何もせずに、帰ってきたんですけど、なんだって在庫がない、薄いっていうのがね、 慌てちゃって、んどうしようかなと思って、もう勢いでね、嫁にね、ネットで買いたいと言ったら、これまた、OK 出ましてね。やったね。で、えー、っと、今ね、ヤマハの d d 7 5っていうモデルらしいですけど、パッド数がね、倍、8個ついてますわ。こんなの。写真出します。こんなのです。 お値段が税込25,510円。たっか、えー、ハードオフは8,800円で買ったんですけどね。だから掘り出し物だったんですよ。ものすごく。相当肩古いけどね。えー、まあ、とにもかくにも。ゲットできました。はい、えー。当然、嫁ローンでございますね。はい。またこれで私のお給料5,000匹がさらに長くなると。<laughs> もういいや。 はいえー、まあとにかくなんとかリズム問題解決でございます、えー、早速頼んでくれて今週次の土曜日には来るっつったんかな早かったっすよよかった、はい、でどうもねあのそのモデルはね拡張機能で、えー、今日はもうそれしか頼まなかったけどどうやらね、あのー、フ,フットペダルがあって バスドラが踏めるよようなんですよどうも一緒に頼んじゃえばよかったかなどうせならまあいいや、はい、なんかねいいかまあスタンドとか買わなきゃいけないけどねまあスタンドいらないからな,なんかやればいいかまあ、とにかくちょっとねよかったああよかったああよかったですはいまあそんなこんながあって まあ家族で久々にお出かけしてね娘ちゃんもすごい、まあ、ピアノのレッスンも楽しかったみたいですし帰りに寄った武田神社でねその、まあ、コンクールに向けてのレッスンだったんでコンクールで勝てますようになんちゅう勝ち運のねあのおみくじ弾いたら大吉は弾くだしなんかその,そのゾロめの1並びのなんか番号は弾くだしものすごいなんかね弾きが強くってすごいね。あの 娘もルンルンだったし、まあ改めて家族ってすごくいいな、大事だなぁなんて思った次第でございまして、そこで今日はあ私のね、オリジナルの、えー、嫁ちゃんに書いた歌を歌ってみました。<laughs> えー、お前に望むことなんてっていうね、曲なんですけど、まあ比較的新しい曲なんですけども、まあちょっと歌いたくなったんで、当然、 ノンンフィクションでございますちょっとね、ちょっとこっぱずかしいとこもあったんですけど、どうせ書くなら、<laughs> 思ってることを書こうということでね、えー、書いて今日はこちらをやってみました。えー、今日もね、えーま、基本新き語りでやったんですけど、えー、アコースティックギターでリードというか、リフというか、バッキングをかぶせてみましたけどね、えーま、時間もなかったんで、もうバッキングは <laughs>、 <laughs> 一発撮りで、はいえー、適当、適当というか、うん、やってみましたけど、まあいいんじゃないでしょうかね。えーと、あとこれを、このピックね、えー、なんだっけ、えー、マス、マスターズかななんかあの、プラスチックじゃないんですよね、これ。なんか、あの、いい感じのピック。えー、地元で売ってなくて、その、パルコの、 島村てたんで大量買いししきましたこれいいんですよ。硬いんだけど、ええー、硬いんだけど、なんだ、粘りがあるというか、非常にね、私に合うんです、これ、ねはい、こんなピックを使ってやってみました。はい、ということで、まあ今日は、うん、まあ、やっぱり、家族は大事にしないとね、みたいなね。嫁ちゃんも ありがとね。みたいな感じで、えー、リズムマシンもゲットできてよかったね。みたいな。<laughs> そんな、そんな心一度がした。はい。よかったです。ということで今日は、嫁ちゃんへの歌、お前に望むことなんてなんちゅう曲をやってみましたんで、はい、ちょっとこっぱずかしいですけど、聴いてみてください。ということで、リズムマシンゲットしたので、またリズム戻してやってみたいと思います。本体来たらね。 ということでたまランチでした。それでは今日はこの辺で。